ちょっと、切り抜きとか見たんだけど、え、のぶし ?KGB ののぶし。KGB っていうか、な、なんか一年生だったらしいね。俺に、ふっかけてきてんじゃんラオウとか言ったりさ、お前さ、とかって言ったりさ。その後さ、LINE でさ、おはようございますとかさ、言えてきてたり。ね。なんなのって。試合決まったぞとかって言ってるけど、 うん。俺、めちゃくちゃ強えよ。俺。マジで。うん。KGB だと、ヤジーさんとか、あの、ユタカは知ってるけど、お前のことなんか知らねんえんよ、俺。ああいうのやめた方がいいよ。面白がってさ、やってるかもしんないけどさ、俺のことをさ、ディスったりすんの。ほんと行くかんねえ、俺。マジで。うん。タイソン連れて。 マジで。俺ちょっと腹立っ,ったもんね。お前な、KGB1 年生なんだから、な、そんなね、お前偉そうに言うな。俺な、ノーネームってとこにいて、俺は20年いたんだよ、20年。お前とは違うんだよ。その辺勘違いすんなよ。ソ層の兄弟も知ってるけど、俺の方が強いから、絶対。マジやっちゃうよ。 俺もキックボクシングとメーターやってたから。ほんとやるよ。豊かだって怪我したのも、アブローラーで、無理にアブローラーやって、無理な体勢でね。そんで、怪我してんの。で、それも母ちゃんも見てんの。俺の母ちゃんも。だから、お前にも言ったろそれは。だけど、お前の切り抜き見て、頭来て、今、俺は、お前に、忠告してるんだよ。 何の病死お前の遅いから、体じゃ俺には勝てねえよ。俺は、お前が好きだよ。好きだけど、だけど、一年生だったんだろお前。KGB。それも,もうめくれてるから。はっきり言って。豊かからも。うん。めくれてるから。だからそういうこと言っちゃダメだよ。